まあ、ロックペーパーショットガンの方にもレビューが上がっている通りでございまして、まだ、僕の方はまだロックペーパーショットガンみたいに、ゲームするのが仕事ってわけじゃないんで、まだ全然プレイができてません。ので、ひとまずその最初の触りの部分、どんなゲームかっていう部分と、ビジュアルなりそういった、インプレッションの部分を今回紹介させていただきます。さあ、最初は、乗組員の選択からスタートです。ちょっとこの辺説明不足だなと思うんだけどね、もうちょっとなんか、イントロダクション入れて説明あった方が良かったかなと思うんだけど、それぞれ、アーコロジスト、テストパイロット、エンジニア、ボタニスト、なりですね、テクニカル、フィジカリスト、それでは、フィジシストか、フィジシストなりですね、アストロノート、まあ、宇宙飛行士なりですね、テストパイロットなり、科学者なりがいるって形ですね、リサーチャーで、4人選ぶ形になってます。でそれぞれ、最初に持ってるものが変わる形になってます。このセオロジカルフェイシストは、理論物理学者ですね。理論物理学者の場合だったらホワイトピルを持ってる、テストパイロットだったらベーシックリプレイティング、まあ普通の走行版かな。でから、アストロノートだったら、ハーモニックリプレイティングを持ってる。でから、このシビリアンオブザーバー、言ったら市民ですね、一般人の場合だったら、ラップトップ持ってるって形で最初に持ってるアイテムが変わります。で4人選択したら次に、船を選択しましょう。船が結構意外といいのよね。なんだスタートレックボイジャーか。まあその最初にいるこの4人でいろいろとストーリーの解釈の方法変わる。基本的にはゲームはゲームで、ローグライクなんだけど、そのローグライク中にある物事に遭遇するときにいろいろと反応が変わるって形になってます。なんでこの4人の主人公によっても物語の、演じ方が変わるって形になりますね。同じ事象、大抵同じような事件になるんだけど、それに対しての事象、物の当たり方が変わるっていう形になってます。だからもうちょっとやんちゃな冒険にしたいんだったら、テクノロジー、といったエンジニアなりそういったものを用意すればいいですし、もうちょっとそのなんて堅物っぽく楽しみたいんだったら理論物理学者なり、研究者なりですねを用意すれば、それなりに堅物っぽくプレイができるって形になってます。次船を選択、船は言った船の走行なりですね、フュエルタンクなり、ジャンプできる距離なりが決まるって形ですね。結構デザインがいいですね。上下で色も変えれるよ。音してる？ちょっと音多分大丈夫やと思うんやけど。で困った時はデフォルトの船を選ぶといいです。なんでか聞こえるよ。え？ないって、ちょっと待って、BGM 的なものは聞こえてますよ。了解了解、それで OK。他のデフォルト以外の船っていうのは基本的にマイナスが言ったらその9個あるに対して、デフォルト船が8個なんでこいつが超有利。っていうかまあデフォルトだから多分これ選ばせるって形ですかね。他の船はもうちょっと攻略が進んでから楽しみたいゲームがあったらそれでやればいいじゃんっていう感じのゲームになってるのかな。ランダー、惑星に着陸するときの、ユニットですね。この3種類あります。特徴なのがそのカーゴスペア、カーゴの形ですね。まあ、これもマイナスの数少ないの選べばいいって形で言うとデフォルトなんだよな、これが結局。で、これシード。これを変えることによって、いろいろと、ランダムのシード、ゲーム中の、ジェネレートする時の、値がここで決まります。今、マリナーってなってるけど、僕、ファーストプレイする時、春9000になってたんだよな。で、全部を設定する。最後、難易度を設定。エクスプローラーモードは基本的に RPG です。クリアできるようにできてます。ローグモードは基本的にローグライクです。死ねって言ってます。
で、チュートリアルからプレイするか、いきなりチュートリアルすっ飛ばすかって選択ができる。で、これで用意スタート。ただ正直チュートリアルはすっ飛ばすのちょっともったいない出来になってるんで、ぜひともチュートリアル見てほしい。うん、このゲームビジュアルがいいだよね。ゲームは360パッド推奨です。A ボタンですラスターで、方向機ですラスターの方向を変えれます。まず軌道に進出しましょうって形で出てたね。すごいね、ランダー短期で大気圏脱出できるってすごいよね、考えたら。どんだけ技術進歩してるんだよって話でさ。さあ、まずは火星に向かいましょうって言ってね、フライトゥーマーズ、エンターオビット&ランド。補助ロケットなしか。で、この実はね、クローズドベータだとこの状態でプレイさせられてたんで、非常にマップで火星がどこにあるのか分かんないままプレイさせられるって非常に苦しい状態でしたし、マウスでしかプレイできなかったからほとんど電流イライラ棒でした。ただ、コントローラーでプレイするとちょっとマシになりました。 Y ボタンを押すとマップが見れます。で、目的地が今出ている通り、じゃあその目的地に向かいましょう。 A ボタンを押すとスラストします。火星が見えたんで次バックスラストして出力を下げていく。で、軌道上に入ると L トリガーを押せば自動的に、軌道を回ってくれる形になります。で、軌道を回ってる間は自動的に犠牲者が増えてるところ補正がかかる形になってるから、結構、楽に止まれるようになりました。これもクローズドベータの時ほんとひどい出来で、もう完全に電流イライラ棒でした。 X ボタンでランド。まずは火星の研究所に行って、ワープ装置をもらいに行きましょう。火星の研究所でワープ装置ができてきたから、ワープ装置もらいに行ってねって話ですね。ちょっと加速で軌道エレロだったら大変だ。ここもいわゆる電流イライラ棒です。で、もちろん急着陸すると、ガツンと、フルが削れる形になる。立ち寄りました。レディートトランスファー。まずは、ビッグタコン的要素は何要素、ちょっと見えなかった。あ、スターコントロール的要素後で出てくる。まずは、エキゾチックマタータンクを手に入れた。で、次は、何だったっけ、エクスペリメンタル、試験的 ISA シールディングをゲットした。しゃあ、スタコン的要素ね。地表で、ランダーをぶっ飛ばして、雷なり、スパークボールを避けるってイベントはないです。じゃあ次にもらった、ビッグエキゾチックマタータンクをつけましょう。セレクトボタンを押すとシップメニューに行きます。で、これでアイテムをつけるわけじゃよ。マイナープロテクションアゲインストベーシックエンジンバースター。まあ、とりあえずこれインストールつけるか。でから、ビッグ EM タンクをインストールさせるか。インストールした。OK。じゃあ次に、ランダーの乗組員を、決めとかなくちゃいけなくて、ランダーの乗組員が、
あれ、ランダー乗り組み、ここで決めるんじゃないのか。あ、ここか。アシスト2ランダー。じゃあ、ランダーにアサインしてと、これで OK。多分この人によっては多分そのランダーでアクセスした時にいろいろとイベントが変わるんでしょうね。でテストパイロットってせっかくいるんですからこいつにランダー乗せましょう。正直言うと物理学者なり乗せるべきだと思うんだけど、理論物理学者は基本的にランダー乗ってもなとかあるからリサーチャー乗せた方がいいのかな。うん、まあ、こんな感じ。ここは、各ステータスですね、乗組員 のバイオが見れる形な、バイオじゃなくてステータスが見れる形になってます。どんな怪我を負ってるかなり、どんな怪我を負ってるか、脳震盪を負ってるかとか、あとは、どんだけ死にかけてるかっていう風なステータスが見れるものになってますね。リソースなりに関しては後で説明しましょう。どうせ説明するシーンあるんだし。じゃあ次は、ホールドスラスター&ブースト、スラスターとブーストボタン同時押しして、アルファケンタールに向かいましょう。アルファケンタールへゴー。さあお待ちかねのシーンですよ。そう、みんなこういうのが欲しかった。というわけで、このゲームね、ビジュアル的に言うと、うん、こういうの欲しかったっていうのを全部見れるようになってます。簡単に言うとね。そう、こういうの欲しかった。こういうの欲しかったって言っても、なんも、なんか3万8000パー速もぶっ飛ばす必要あったんかなと思うんだけど。というわけで、ワープ中に、エンジンがぶっ壊れたおかげで、アルファケンタールに行く予定が、3万8000パー速までぶっ飛ばされてしまいました。で、さらに誰か一人、脳震盪かなに、脳震盪を食らったっぽい。で、成形マップとはまた別に、こういった、ミニマップがあったりします。ミニマップを同様に A ボタンでスラスターして、そして物に当たるとダメージを食らいます。要注意。でもこのゲーム、スラスターとフルだけで、基本的にその、酸素が減ってくっていうような描写がないって、ちょっとその辺がなぁと思う。だからあんまり急いでプレイすると、そんだけミスを起こしやすいから、のんびりプレイできるって形になってんのかな。うん。なんか、謎の物体があったんで、謎の物体にランディングしてみましょう。で謎の物体がどうやらコンピューターにアクセスできるっぽいんで、なんかイエスしてみる。すると、コンピューターと謎の物体がつながって、なんかデータのやり取りをしようとしてる。で、シグナルショルド、ウィーセンドって形で、どっちのデータを送るかって言ってる。何を言ってんだ、お前。で、なんかインストールするって言われた。トランスレーションマトリックスイントアワーシステム。多分翻訳システム入れるかどうかって言ってるのかな。いや、翻訳システム入れた。これでコンピューターを通じて、反銀河言語が喋るようになりました。そしてキーストーンゲット。このキーストーン何なんだろうね。で、ここからワープで出るときも、スラスターとブースターを同乗することによって、ワープアウトすることで、この空域から出れるものになってるんですが、障害物に当たっちゃうかもしれないから、障害物がとりあえず、ある程度。あー、ごめんなさい。痛い痛い痛い。次は成形マップです。今いるあれが目的地っぽいんだけど、マイニング、リペアリング、リファーリングって形で書いてますね。ここからあとは、じゃあどっか実際に惑星に泊まっていきながら、資源を集めていきましょうってお話になってますね。ミニマップで見たら、この星系に今何があるかって分かる形になってます。
配信の切り替え中です。少しお待ちください。おし、映った映った。よし、じゃあ、この状態だと基本的には、燃料なりガンガン減っていくって形じゃないです。でも周回起動してるんで、ゆっくり物事考えましょう。まずミニマップで見てみて、成形の中に何があるか見てみましょうかね。こんな感じ。アルファスコピリっていう成形っぽいですね。で、あの、びっくりマークがなんかイベントあるんだろうな、きっと。ところで今どこの惑星に止まってるのかって表示がないんだけどさ、まあ、ランニングしようや。アブイアブイで、掘るときは、燃料を使いながらドリルをぶん回すって形になってます。カーゴホルダーの特徴としては一つの種類、一個でも種類入っちゃうと同じ種類しか入らないって形になってます。なんでこの場合、あの、一個でもアルミ取っちゃうと、そのとりあえずその枠、三つある枠のうち一つの枠はアルミしか入らないって形になるんですね。なので最初のランダムを選択ときに、アルミじゃなくて、どんだけ種類、今の使ってるランダーだったら、3種類3つ持てるって形になってるのかな。それが他のランダーだったら2種類を4つ持てるなり、3種類を2つ持てるって形になってる。ああ、ごめんなさいごめんなさい、もうマジ電流イライラボ嫌いやねんこのゲーム。ああ、もう嫌い。電流イライラ棒やん、ただの。なんで21世紀まで電流イライラ棒やらなあかんねん。日本のゲームか、これ。あ、いた。あ、いたー。ここはあれですね、このガスを頑張って吸い上げるってシーンでした。あかん、掘れへん、燃料がない。操作大変そうだ。めっちゃ操作大変です。ただの電流イライラ棒ですから。ごめん、空中に浮きながらドリルを回して水素を回収するってのがうまいこといきませんでしたまあ簡単にでも言えば、操作がうまくなれば、こういったその惑星から、その回収するときが、回収するっていう工程が楽に済むっていう形になりますね。で、燃料は、ハイドロが、フュエルの補充になってて、アルミなりこういったメタルに関しては、あとシップなりランダーを直すっていうものになってます。これどっかで見たことあるよね。そう、アウトゼアオメガ。そうだね、このゲーム言ったらしまったら、アウトゼアオメガの各工程をディティール深くしたのが、ロングジャーニーホームっていうゲームになってます。なのでゲームの基本的な進め方はアウトゼアオメガと一緒です。いろんな星系回って、いろんな星々回ってリソース回収していきながら、ただし、あ、乗組員の食料なりは関係なし、頑張って、地球に帰ろうっていうゲームになってます。
基本はまあミニマップを見ながらプレイを進めて、工程の半分ぐらいになったら逆噴射して動きを遅くするって形かな。で、微妙にその、あの、オービタルの、リーマン幾何学上の重力図がある通り、重力の影響も多少あります。なんで場所によっては恒星がでかかったら何です、惑星がでかかったら、それなりに重力の影響を受けるというものになってます。で、別にこのゲームがどうこうってわけじゃないんだけど、もう言ってしまったらああいうなってスラスター吹かしたやろ。ごめん、あのパイロットが足折ったって言ってる。さあ、古代遺跡っぽいなんかものが見えましたけど、逆噴射がこのシーンほんま腹立つな。よし、エクスプロール、足折ったけどエクスプロール。I can't get good look EBS to look easting bring to the ship EM タンク、拾おう。 EM タンク拾ったよ、ラッキフュエルが、あ、なんかあれやな、その携帯の電池切れみたいな携帯があと 15% で電池切れするみたいな感じのあ、乗組員が私のアホみたいな操縦のおかげで足を折ってしまいました。完全に俺が悪いけど。で、足を折った時どうするかっていうと、アイテムを使うことによって足を折ったのを回復できるはず。ないな。で、それぞれアイテムによって足を折ったのに対応するとかどうかあるのよ。メディカルキットで一応足を折ったら治るんだけど、これを使うとなくなっちゃうんだよね。はい、OK。で、ホワイトピルはどうやら精神剤っぽいんで、脳震盪には効かないっぽいですね。うん。さあ、で、これで、この星系は全部旅した形になってるのかな。といった形で、星系でどこかの星で拾うしかない。エフェクトかっこいい。うん、エフェクトはかっこいい。で、星で薬はどっかで拾うしかないです。で、今のところ拾えるとこ見つかりませんでした。ここ行ってみようか。でかいガス惑星があんな。
ハイドロゲンがコモンで落ちてて、まあ、とりあえず、こういった星々を巡っていって、頑張って、頑張って、ここまで帰りましょうってお話です。銀が何個飛ばなあかんねんっていう。で今のところこのゲームの焦点になってるのがまだ出てませんので仕方なくプレイをしていきましょう。本当はもうそろそろこのゲームの焦点になる部分が見えたかなと思ったんだけど。初代マクロスやな。うわ、なんだこの星。怖い怖い怖い。あ、今放射能食らってるんだ。今これでやっと放射能の範囲から出た。何何かがインタラプトした。何だろう、なんか船だ。入る。宇宙人出てきた。今さっき汎用翻訳機をもらったんで会話できるようになりましたね。We can see each other soul in glorious combat. 脳にしとこう、怖い。なんかいろいろ喋ってる。と、結構この勢いで、結構言葉を喋られるので、まあ一応画面外からスクロールアウトすることないんですけど、結構ガツイと英語を読まなくちゃいけません。A new alien, yes. And shock him from compliance accept. このゲーム一応そのハングルなり中国語はあるんですけど日本語はありません。今これ定期的に放射線が来てるんだ、きっと。なんでこの政権にいると定期的にダメージを負っていくっていう形になってるのかな。一応そうした工程もあるのでなるべくさっさとミッションは、終わらせないといけません。この画面で止めてる分にはダメージ食らわないはずなんだけどね。とりあえずリソース減った分回復させましょう。それから、エキゾチックマターのリファイナリーっていうのを直していかないと、これも言ったらそうジャンプドライブのタンクが壊れちゃうのでこれも直していかなくちゃいけません。なので直さなくちゃいけないのは、フュエル、燃料、そして EM リファイナリー、そして、船の走行とランダーの走行を直していく形になります。ちなみにこのランディング中も実はダメージを受ける形になってます。正直ランディング中にダメージ受けるのはちょっと反則やろっていう気がせんでもないんやけんな。ここだってもう全力で吹かせないとソフトランディングできないでしょ。水素か。こんなん電流イライラポやん、ただの。ノリでやるんやったら基本的にはその整形回ってローグライクをするっていうのと、言った
異星人と出会っていろいろ会話することによって異星人の言う行動だりどうこう変えてってストーリーを追いかけるってゲームなんやけど、この言ったランダーシーンで全部台無しにしてんねんな。でこのランダーシーンで時間かけすぎると今この放射能出てるからダメージ食らうわけで、え、なんなんこのゲームっていう。またなんか来たよ。でこのゲーム割と異星人多いです異星人ガンガン来ます。まあ、これでもまだベータ版の時からだいぶマシにはなってるんやけんね。これはランディングできるのか。木星系なんやけど、わお、ああなるほどな、木星系こういう風に演出したんや。怖い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 。え、どこどこ、見えへん見えへん、これ無理、帰ろ、無理。わ、分からん分からん分からん、これ多分木星系でこれ水素集めなあかんっていうのは多分これ最後の手段なんやと思うわ。これちょっと無理やわ。それが何層にもなってるし動いてるし、なんだこや。青柳、本田、日本語の名前がちらほら。あ、ほんま？で、はじめはね、でもストアページにね、一応日本語あったんよ、このゲーム。やけど、発売し、1週間前に日本語が消えたんよ、なんでか知らんけど。多分なんかどっかの、なんか、版権トロールが、多分このゲームの翻訳権を買ったんかなと思うと、ほんとなんていうか、日本のゲーム史上死ねっていうふうな気持ちしかわかない。ただもう電流イライラ棒や、ほんまに。今のところなんていうか割と太陽活動が激しい星に到着してますけど、ものによってはブラックホールもあったりします。ブラックホールは時間経過によるダメージもっとひどいです。なんていうか殺意が出るぐらい。まあけど難易度的には今エクスプロールモードって形で難易度優しめでプレイしてるんで、あんまりそこまでって感じはするんだけど、これがローグライフモードだともうちょっとシビアなバランスになるって形かな。なんで RPG として遊びたい人はあのエクスプロールモードで遊びはいいし、割とガツイとローグライクしたいっていうんだったらローグライクモードで遊びはいいって形になってます。この惑星はここしか拾えるものがなかったから、とりあえずカーボンを集めるだけ集めましょう。他にやることねえし。ちなみに同じ場所から第3層まで取ろうとすると、あの言った結構燃料をつく形になります。表層の部分はサクッと取れるけど、第3層まで取ると、結構たくさん燃料を必要としちゃうって形になりますね。ビジュアルはいいんよ、このゲーム。ビジュアルはビジュアルはね、なので表層にあるリソースはサクッと取れるっていう点から言うと、言ったらたくさんいろんなところにランディングしていけばそれだけ効率よく取れるっていう形なのかな。で一応そのシーンによってこうやって会話が出てくる形になってます。
から正直こういった会話を、楽しむゲームになるので、やっぱローカライズしないと正直きついゲームではありますね。でもこの着陸何度も流行りたくない。あら、うん、それな。だから後半になってアイテム取ったら楽なるんかなっていうのがちょっとないっていうのがちょっとね。で割とそのあととまあスターコントロール的要素ってわけじゃないんだけど、宇宙人が結構たくさんね、プロールなり何なり飛ばしてきたり、あの船をどんどんと飛ばしたりしてるんよ。そこが結構大きなポイント。なので異星人との出会いがガッツリ楽しむっていうはずなんだけど、ゲーム進めるためには基本的にあの先ほどのそのランディングシーンをやんなくちゃいけなくて、そこがやっぱどれだけ、あ、スピードが速すぎた。やけどしたって言ってる。なんなんこの星、もうちょっと安全なとこないの。ちょっとメタル系がないとちょっとランダーのヒットポイントが回復できないんだけど、また水素かよ。せめてなんかビジットでなんかエクスプロールするとかそういったイベントが欲しいんだけど、水素ばっかじゃないか。しかもこれかよ。死ね。しかも風吹いとるし、ただの電流イライラ棒やん。もうほんま切れそう。あかんあかん、このゲームやめやめ。いった、ほんま電流イライラ。このゲームにスコア9つけたロックペーパーショットガンっていうゲーム名では俺は絶対許さへん。正直死ねって感想しかない。ほら風吹いてるやん、これ。こんなん無理やって、絶対。やめやめ、外れ外れ。これはひどい。これな、せめてああいうのが後半面に出てきて、それに対してのその対策するアイテムがあるんやったんやけど、あ、そこそこ船体傷ついてるな。なんかプローブがあった。ピンゴ飛ばしてみましょう。あ、さっきの人か。あぶね、攻撃してたぞこいつ。あ、びっくりした。さあ適当に活発な恒星からの放射能でボイルされて、適度に船体が傷ついた状態でプレイしております。災難に遭いましたね。どうやら先ほどあった方からするとここに行けばいいっぽいですね。だけど各こういう銀河にああいった異星人がいて、異星人のワープポイントを使うことによって次の銀河に旅するっていうのが基本的なゲームの構成になってます。なんで、ゲームをプレイすることにどんどんと、新たな異星人でやってどんどんとワープしていきながらって形になってるので、どうしても異星人との遭遇は、避けられません。なんでまあ簡単に言うと異星人と遭遇するゲームだって形で考えればいいでしょう。で
もちろんアウトゼアオメガと同様にですね、ぶっちゃけところ言うと、その行く惑星行く惑星全部回る必要ないんですよ。リソースに余裕があるんだったら、っていうかもうさっさともう、あ、なんかあった。なんかあったけどいいや。ちょっと待ったらピング飛ばせるかな。誰だろう。多分アイコンからしてさっきの虫の人っぽいんだけどな。あ、またちょっと違うっぽい。どうやら会話に答えてくれるっぽいよ。なんかガラクティッククレジットって形に120クレジットもらった。銀河にはそういったその通貨があって、でその通貨を持っていろいろと物を買うことができます。これがアウトゼアオメガとの違いですね。まあ、惑星をめくってリソース集めて、リソースを市場に持ってってお金に変えて、そしてお金で便利なものを買う。まあ、簡単に言うと、まあ、物が壊れたり人が壊れたりした時の薬を買うって形ですね。で、いろいろある会話シーン。アスク、まあ、自分のことを自己紹介しましょう。あ、自己紹介してくれか。I am Knight of the Blue。 Knight of the Blue って人なんだ。それから Good of all the Galaxy って言ってんね。で、Take Human、You have a long hard、path ahead、The eye of the Galaxy are upon you。 キーストーン見せると何が反応するかよくわかんない。キーストーンとりあえず見せてみよう。I have never seen a thing、like it、Lightning Trap Door Bottle、Wide Hand、 Edward Hand、 何を探してるって言ってるのか。プライスとインサートハングアップ、まあグッバイでいっか。まあいろいろとこうやって人と会話シーンがあったらいろいろと聞いて、各種族なり動向に関してのごめん当たりそうだった。各種族の動向に関して情報が手に入るって形になってますね。で、先ほど言った通り、わざわざ、危険な構成形で仕事しなくても、危ない構成形もすぐ脱出するって形にして、どんどんワープしていけばいいんですよ。え、なんで？で、ワーニング。リターンとジャンプ。ジャンプしてるやん。待って。なんかワープしようとして失敗して、そのまま、整形外に行ったらメテオにぶつかって死んだっていうふうに表示が出てる。と、まあ、こういう形でいろいろと異星人と会っていきながら、銀河をどんどん。旅していくっていうゲームになってます。でさっき戻ろうとしたけど全然戻られへんかって、多分スピード出すぎたんやと思うわ。で、まあいろいろとこうやって、何日旅しましたってログが出てくる形になってますね。ちょっとその納得いかない死に方をしてしまったんですが、このような形で、基本的にはアウトゼアオメガ と、同じ、ですね、各構成をめくって、そして惑星でリソース集めて、そしてローグライクをするっていう形なんですけど、そこに、まあたくさんたくさん異星人、特に英語を喋るに英語を喋る、まあ言語設定によっては中国語なりハングルを喋ったりしますし、日本語は絶対に喋りませんけど、そういった他の国の言葉を喋る、方々と出会ってですね、そしていろいろと物を交換したり、異星人のお願いを聞いたりですね、異星人に付け狙われたり、攻撃されたり、騙されたり騙し合ったりすることによって、いろいろと銀河を旅する形になります。絶対に今いる、星空ですね、銀河、その銀河系から脱出するのに異星人の力を借りて、異星人のワープジャンプポイントを使って、ワープしていくって形になっていく。配信を開始しました。
あれ、今どうなってる？今ちょっと配信テスト中、配信中なんで少しお待ちください。あ、画面映った。っていう形のゲームになってます。まあ言ってしまったらやっぱアウトゼアオメガのディティールをそれぞれ深くして、で、そこに今スターコントロールみたいな形の異星人をたくさん追加したっていうのが、RPG っていうのはこちらのザ・ロング・ジャーニー・ホームになっております。お値段は4000円。ちょっとお高いですね。やっぱ焦点に当たるのは先ほどのランニングシーンを何回もやんなくちゃいけないっていうか、すごいストレスフルだっていう部分ですね。でそれをどんだけ RPG の部分で補えるかって部分に関しては今後注目していこうと思います。それではまたもうちょっとやり込んでから改めて紹介させていただきますので、お楽しみいただければよろしくお願いします。それではゲームの方を終了させていただきます。